皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ということで今回ですね、引き寄せ事務塾ヒーラーのひまりさんが、まあ、入学90日で50万売り上げた集会率というところについていろいろ聞いていきたいと思うんですけど、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。はい、今ちょっと活動地域どちらで活動されてますでしょうか。住まいは群馬県ですけど、オンラインでやってます。オンラインで、全国を証券に活動されているということで、そうです。はい、ちなみに今の活動内容はどんな感じでしょうか。職業、スピリチュアルヒーラーとして活動しています。スピリチュアルヒーラーとして活動されていて、今あれですかね、講座とかはされていらっしゃるんでしょうか。はい、やってます。今やってるのが、3ヶ月で人生に奇跡を起こす、愛もお金も引き寄せるというヒーリング講座をやっています。で、ちょっと9月からは、もうちょっとスピリチュアル能力を高めるっていう意味で、チャネリング講座も始める予定です。素晴らしいですね。はい、ということで早速期間について聞いていきたいと思うんですけど、ひまりさん入学されたのっていつ頃でしたっけ。6月からです。2021年6月と、はい、はい、ということで、今度はちょうど8月の中旬ってところなんですけども、今、入学そもそもされたきっかけってところは聞いてきたんですが、これはどうでしたか。他にもコンサルを受けてたんですけど、そちらは主にちょっとブログがメインだったんですね。それでこれからの時代はなんか SNS だってよく言われてて、ちょっと SNS は全く知識がなかったので、ちょっと SNS をもうちょっと頑張って学びたいと思って入りました。あ、なるほどですね。ちなみにでも SNS 教えているスクールとかってぶっちゃけ今めっちゃ多いじゃないですか。その中でなんかうちを選んでいただきた決め手みたいなのってあったりされたんですか。でも、多いって言われたんですけど、正直ここしか見つからなかったというか、てかなんかその前に、実はなんかその DVD 教材みたいな、動画教材でなんかやったことはあるんですけど、ちょっと意味が分からなくて、でその後にここを見つけたんですよ。何か YouTube かなんかで北野さんが話してるのをなんか多分見つけた。で、なんかあの実績者が出てるのがすごいいいなと思って、実践形式で学べるのがいいなと思ってここにしました。ここしか見てない。ここしか見てない。いや、素晴らしいです。素晴らしいというか、ありがとうございます。はい、ということで、早速実績聞いていきたいと思うんですけど、まず売上面で言うとどうですか。緊張されてますか。はい、ちょっと落ち着いていきますか。まあ、現状での入学されてからの売上面っていうところはどんな感じでしょうか。いい感じだと思いますよ。いい感じだと思います。なるほど。具体的に数字で言うと、入学は6月にして7月で25万、はい、8月で25万です。素晴らしいですね。じゃあちゃんと2ヶ月目3ヶ月目でキャッシュにつながっていて、はい、でうちの学科ってね、半年間の講座、まあ、で実際、まあ、最初1ヶ月目って商品設計とかそういったところから固めていってっていう感じなんですけども、そこで2ヶ月目でファーストキャッシュ25万で8月で25万で、これ実際まだ8月中旬なのでほぼ90日経っていない段階でも50万円売上が上がっているということですね。はい、素晴らしいですね。ちなみにどうですか、なんかスクールにそもそも入る前と後でのちょっと変化ってところも聞いていきたいなと思うんですけども、なんかスクールに入る前の集客状況だったりとか、なんか売上面だったりとか、辛かったこととか、そういうところとかも教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、入る前はもう集客というか、もうお客ゼロでした。売上ゼロ、売上ゼロ、はい、売上ゼロで、ちょっと多分コンセプトも弱かったのか、 LINE にそもそもお客さんを誘導ができなくて、本当になんかちらほら来るけど、なんか結構来たとブロックされてしまってみたいな状態で、もう本当に売上はなかったんですね。それが入る前です。なるほど。売上上がらない、集客できない時ってどんな気持ちでした、毎日。いや、なんかもうめちゃくちゃなんかその周りの人が集客できてるのを見てすごく落ち込んでました。なんか自分がダメなんじゃないかみたいな感じで、なんかすごいとにかく落ち込んでました。何がいけないんだろうみたい な落ち込みますよね。まあ、僕が数字がありましたけど、焦りとか。そうです、そうです。なんかいや、このままなんかやっぱフリーで行きたいけど、いや、その夢は叶うのかなとか、いつになったら成功するんだろうみたいなのもありました。周りと比べちゃうっていうのかな、なんかありました。なるほどですね。ちなみに売上、うちの学科に入って上がってからはどうでしたか。心理面的な変化であったりとか。でもなんか最初に売り上げた時もなんかガッツポーズみたいな、イエーイみたいな感じでした。本当に超なんかテンションが上がったって感じでした。やっとなんかやっぱりその最初の売り上げ難しいってやっぱ言ってたから、なんかやっぱすごい入ってすぐ結構なんか成果出たから、なんかやったって思いました。本当に、やってきてよかったと。はい、そうです、そうです。なんかやっといけてるってか、なんか乗ってきたかなっていう感じ。素晴らしいですね。はい、早速なんですけども、今回ひまりさんが、ね、まあ、集客できた秘訣っていうところで、実際ちょっとインスタグラムで、ね、この後お見せさせていただきながら説明させていただくんですが、今って、フォロワー数でいうと、こちらがひまりさんのアカウントなんですが、まあ、約3000フォロワーぐらいですかね。2000そうですね、フォロワーで、実際にもともとひまりさんはあれですよね、前のスクールとかコンサル受けた時は、はい、コンセプトが今みたいなのとは全く真逆というか違うコンセプトでやっていたと。そうですね、ちょっと違いました。はい、で、まあ、違う業種のまあコンサルタント、コーチをされていたんですけど、でそこからまあコンセプトをいろいろ変更して、うちの学入学いただいた後も結構サポートラインとかでもコンセプトについて、ご質問いただいて、で今の、こういった切り口になったと。はい、そうです。はい、ありがとうございます。今どうですか、インスタから LINE とかの集客率であったりとか。インスタからもやっぱりよく来てくれます。なんかインスタから結構、見ましたって言ってくれる方多いです。インスタのフォロワーも結構増えたので、自分でやってた時よりも。そうですね。じゃあインスタからまあ LINE に登録してもらって、LINE から基本的には最後、販売までの流れとしては、どういう流れになりますでしょうか。個別相談とか。そうですね、LINE で、希望者の方にはまず15分無料相談っていう形でちょっとお話を伺ってます。でその後にまたさらに、相談というかノウハウと、講座の説明みたいな形で、よければ買ってもらう。なるほどですね。なんかセールスに対してはなんか苦手意識はなかったですか、最初。ありました。ありました。ありました、ありました。それは克服できましたか。
はい、できました。本当に最初自分に私自信がなかったので、多分北野さんにも多分自信がないって、自信ってどうやってつけるんですかって多分質問してたと思うんです。で本当に自信がなくて、でも自信がない時って多分お客さん来ないんですよ本当に。で来ても売れなかったりするんですね。でそれってなんか多分自分の心のブロックっていうことに気づいて、やっぱそれをちょっと乗り越えたので、なんか今はもう逆になんかもうすごい自分すごなんだろう、すご腕ヒーラーじゃないけど自信持ってやってるので、やっぱその生徒さんからも喜ばれてます。いや自信本当に大事ですよね。大事だと思う。マインドっていうのかな、そこがなんかすごく大事だと思います。そうですね。じゃ実際まあその生徒のブロックも外されてということなんですが、インスタに関しても、まあ、今すごい統一感を持ってね、アカウントを構築されてますけども、まあ、ひまりさんがなんかアカウントを構築する上での意識されているポイントとかもしあれば、まあ、2つ3つぐらいもしあれば教えていただきたいと思いますが、そうですね、なんか、なんだろう、ちょっと、でもやっぱりなんか可愛らしさも見せつつ、なんか大人感っていうか、そういうなんか綺麗めっていうのかな、なんかあんまキャピキャピはしさずになんか見やすい感じは意識してますね。綺麗め、大人向けっていう感じです。確かにどっちかっていうとね、蛍光色は使わずにパステルカラーで落ち着いた、どっちかっていうとまあ結構ターゲットの方も女性だと思うので、まあ、女性受けのいい清潔感のあるパステルカラーでまあ統一をされていると、そうですね、あんま暗い色だとちょっと見るのも嫌になっちゃったり、ごちゃごちゃしてるとちょっと疲れちゃうんで、シンプルに綺麗めに。しかもいいね数が平均して350から400ぐらいあるということで、まあ、大体フォロワーの方の8人に1人ぐらいは反応してくれてるっていうね、エンゲージメントめちゃめちゃ高いですけども、他になんかインスタグラムで例えばストーリーとかハイライトもいろいろ上げられているますけども、なんか意識されてることとかございますか？でもなんか実績とか感想とかもらったらなんかハイライトに残しといたりストーリーに上げるようにはしてます。あとはまあプライベート投稿ちょこちょこって感じです。実はあまりストーリーはやってないです。なるほどですね、まあ、やったらもっと、ね、伸びると思うんで、ね、そうなんで、はい、プライベート投稿で、まあ、実際でも、ね、ひまりさんの、プライベートとかをストーリーで見てそれでやっぱファンになるっていうねお客さんもたくさんいると思うんで、今思い出したんですけど、意識してることといったら結構素の自分も見せてます。なるほど、素の自分を見せる、素の自分を見せる、これは例えばあれですか、例えばストーリーですっぴんを見せる、そう、もうすっぴんでなんかお酒飲んでますとか、あ、そうなんですか、やります。昨日もなんか、昨日もなんか普通にワインもらったので、すっぴんで、でもパジャマですね、T シャツにのワイン飲むぞみたいな。なるほど、これすっぴんパジャマ戦略ってやつですね。うちの中でも教えてないですけど、なるほど、なるほど、面白いですね。なんかそういう親近感じゃないけど、自分の、もう全然すっぴんとかも、かもすっていうか、全然。親近感はやっぱどんどん出していくっていうね。そうですね、全然すっぴんでも出てますね、普通に。今の時代ってなんか別にその人の裏側を見せることでファンになる時代だから、なんかローランドさんみたいにね、すごい完璧っていう売りの人もいると思うんですけど、全然いいんですよね、なんか弱い部分とか全然さらけ出したりとか、プライベート全然出すっていう方がね、前パックしてる時とかもザプライベートですね。一人で撮って、なるほど、まあ、でもしっかりとその締めるとこは締めるってことで、まあ、総合とかでね、ちゃんと親会社が配信されてるってところがいいかと思います。ちなみにLINE の配信とかでは意識されてるポイントありますか？やっぱりなんか教育の面では意識してますね。やっぱ今やらないと変われないよとか、やっぱ動き出さないと変われないよっていうのと、ちゃんとしたところからやっぱりノウハウを学ばないと、こういつまでたってもこう堂々巡りしちゃうよとかっていうのは教えてます。いわゆる学び学習成長の重要性っていうところもLINE の配信で伝えていくと。いうところですね、やっぱり商品が、ね、売れるかどうかっていうところは、まあ、もちろんノウハウ出すだけじゃなくて、そのマインドセットですね、お客様もマインドセットしてもらわないとやっぱ一歩踏み出していただけないところがあるので、こういったあたりをされているところですね。いや素晴らしいですね、はい、じゃあちょっと最後はラスト2問なんですけども、最後まあ、僕自身来たのですね、一番最初も YouTube で見ていただいた時のまだ第一印象、例えばぶっちゃけちょっと怪しいと思いましたとか、ほんまかいなと思ったとか、何でもいいんですけど、打ち合わせしないんで、ありますか、ぶっちゃけので。いやでも全然なんか清潔感あるなんかいい人だなって普通に思いました。なんかそんな押し売りしない感じがいいなって思いました私は。ああなるほどですね、押し売りしなさそう。そう、なんかその喋ってても押し売りしてない感じとか、別になんだっけ、まあ、興味がある人はなんか説明しましょうみたいな感じのスタイルだったので、なんかすごくいいなと思いました。そうですね、そう言っていただけたら、はい、ありがとうございます。じゃ最後ですね、これから一歩踏み出していきたいと思っていらっしゃる皆さんに向けて、ひまりさんから何か一言メッセージがあればちょっといただけたらと思うんですが。はい、やっぱり、私自身がちょっと過去本当ネガティブで自信もなくて何もできなかったんですね。でもこう今こう私自身もたくさん自己投資してやっぱ一歩踏み出したことによってこの今の私があると思うんですよ。だから皆さんもこう勇気を出してこう一歩を踏み出してなんか変われるっていう自信をつけてほしいなって思ってます。一歩踏み出してみてほしいと。ぜひ一歩踏み出してほしいです。やっぱその踏み出す人と踏み出さない人だともう全然違うっていうのが分かるので、あとやっぱちょっと自己投資するのも多分ためらう方が多いんですよ、やっぱそういう金額の面とかでも。でもやっぱり得るものに注目してほしいと私は思います。なんか自分がお金がなくなっちゃうって考える人が多くて自己投資すると、でもそうじゃなくて自分がその先の未来どう変われるのかっていうところに注目してほしいですね。お金使ってその分技術を習得したらやっぱ素敵な自分になれるわけじゃないですか、前よりも。そういうところに注目してやっぱ勇気を出して一緒に変わっていってほしいなと思ってます。そうですね、まあ、いわゆる未来投資ですよね。そうです、そうです、未来の自分に向けて、もう浪費ではないので、投資だから素敵な自分を描いて一緒に変わっていきましょうっていう。いや素晴らしいですね、ありがとうございます。
はい、ということで今回ちょっとひまりさんに、ね、いろいろお伺い、ね、させていただいたんですが、最後ですね、一緒に概要欄がひまりさんの、ね、LINE アットも貼っておりますので、ぜひこちら登録いただくと、まあ、実際にその、引き寄せの法則を、ね、実践する方法、そして一瞬で人生が好転する魔法の、6大メソッドのマニュアルというのも、ね、今だけゲットできるそうなので、ぜひ、ね、こちらも登録してチェックしてみていただけたらというふうに思います。はい、またぜひ、ね、いいねボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、ということで、ひまりさん本日はお時間いただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。